は、ハートメンタルケアです今日は「人それぞれ」というお話をねちょっとおあけしてみたいと思います。えー、私たちは、まあ、生きていく上でいろいろな人と関わって生きていくわけですから意外とね、うちにいらっしゃるクライアントさんの中にも人の目がすごく気になってしまうという方がね非常に多いんですね。えー、人にどどうううう思われれるるかかういいううな評価をされるかというのをさとの すごく気にしてしまう人がいらっしゃるわけなんですけどもまあこれはね誰でも全く気にならないという人はいないとは思うんですけれども気にしすぎるのもいかがかなというふうに思いますえ私はあまりね、えー、人の評価であったり人からどう思われるか人からどう見られているかというのには関心がないですというのはなぜかというと答えは簡単です人それぞれだからです これにつきますいろんなねあの考え方の人がいますけれどもえ自分の考え方を他人に押し付けてくる人もいらっしゃいますよねえこうあるべきなんじゃないかこうしなければいけないんじゃないのかとかまあそういうふうな言い方をしてくる人もいらっしゃいますそれはその人の考えであって それが皆さんに当てはまるのかというとそういうわけではないですよね。皆さんやっぱり人それぞれの感じ方や考え方があって生き方があってこれが正しい生き方だとこれが正解な生き方だというものというのはないですよね。なのであまりねこの、うん、自分で正しいと思うこれがいいんだと思う生き方をそれぞれ の人がすればいいのであって、それを人に押し付ける必要もないですし、えー、押し付けられる筋合いもないです。えー、なので、人にね、こう多大なこう迷惑をかけるとか、そういったことではない限り、えー、自分で思うように、えー、したいように、まあ法律の範囲内でですけどね、あの生きていければいいんじゃないかなと、うん、いうふうに思っています。 人それぞれだからです。えー、考え方は皆違うわけです、えー。どれが正しいとか、どれが間違っているとかというのは生き方に関してないわけですよね。まあ一般的なあの生き方の中でね、まあ、法を犯さない範囲内の <laughs> ことであまりね、これが正しいとかこれが間違っているとかっていうのはまあ人それぞれの感覚が違いますから、うん、ある人にとってはこういう生き方が正しいんだと。 主張してもねそれが万人に当てはまるかというとそうではないわけです、えー、ですから人それぞれの考え方を持って生きていくそれが正解ですこの考え方も押し付けかもしれませんが、えー、そうなんですだから人それぞれでいいんですこれでいいんだと自分で思えればあそれでよろしいんじゃないでしょうかね、えー、そういうふうにあまりね人の目を気にして、えー、あの人にこう思われるからこういう行動をしなきゃとかあということではなくて、えー、自分で やりたいように、こうしたいのであればこうすればいいし、ああしたいのであればああすればいい。えー、それでいいんじゃないでしょうかね。えー、そういうふうにして、えー、人それぞれの考え方で、自分がいいと思える生き方をしていくのが一番ではないでしょうかね。ということで、みんな人それぞれであると。うん、独特の存在なんですね、皆さん一人一人が。えー、だから誰かを真似する必要もないですし、 もう本当にね人それぞれの個々の個性に合った生き方をしていけばいいんじゃないかなというふうに思いますそして人生を楽しんでいければ最高ですよねはいそれでは失礼します